今日のマーティー君できた。あ、そうだ、ちょっと首輪してるね。マーティー君首輪つけましたね。えマーティー君ね、えはい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 。それでちょっとねお家を広げましたね。マーティー君ね、ここまでが既製品です。でここから100均で追加したやつなんだけど、ちょっとグラグラするんで、皆さんどうされてますかね。ワンコ飼ってる方、何かいいアイデアあったら教えてください。じゃあ今日の本編いきましょう。マーティー君、はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、仮面ライダービルドのデラックスビートルカメラフルボトル&バインダーセットです。はい、ということでガンバライジングを入れるためのバインダー、うん、そしてこれ初めて知ったんだけど、カブトムシ、うん、カブトムシフルボトルとカメラフルボトル、うん、これが入ったセットになってますね、はい、早速開けていきましょう、うん、密林のスクープキングビートルカメラって言ったんだね、うん、なるほどね。じゃあ必殺技も行ってみよう。はい、はい、ということでこちらがカブトムシフルボトルだね、うん、レイシン君、カブトムシのフルボトル、よかったね、うん、これはちょっとびっくりした。テレビでも全然出てきてないもんね、これね、うん、で、ここカブトムシの絵柄があって、カブトムシの部分だけ茶色で、他は透明になってますね、はい、そしてこちらがカメラフルボトルだね。カメラ部分が青で、周りはクリアになってますね、うん、なのでこの2つは北斗のフルボトルってことかな。そうだね、そうだよね。はい、そしてこちらがバインダーですね、うん、ビルドっぽいデザインになってるね、うん、後ろにはこのスマホ出てますね。で、これがクリアファイルだね、うん、じゃあこれ開けてみよう。カードも4枚入ってるね。6枚入ってるの、この木に。あー、ほんとだ。はい、じゃあ付属していたカードを見ていきましょう、うん、まずこちらがラビットタンクスパークリングフォームね、うん、すごいかっこいいね、うん、レジェンド仕様みたいになってるけどね、うん、ノーマルなんてね。ノーマルですね。バーストさせるとスパークリングフィニッシュだね。はい、続いてこちら仮面ライダービルドビートルカメラフォーム、今あるのかね、うん、このフルボトルついてたやつだね、うん、これ思いっきりこの目のところカブトムシだね。そうだね面白い。バーストさせるとビートルカメラフィニッシュだね。この腕がカブトムシになってるすごい、とことんだね、うん、続いて仮面ライダークローズチャージだね、うん、かっこいいね、いい感じ、ね、バーストさせるとスクラップブレイクブルー。続いて仮面ライダーグリスだね、うん、グリスすごいいい感じでかっこいいよ ね、 いいね。黒とボードでね、バーストさせるとスクラップフィニッシュブルー。そしてナイトログとブラッドスタークのカードも入ってましたね、うん、これは何のカード。カツラギタクミのデータカード。あー、そうだね、確かに劇中に出てきてたね、あのデザインか、うん、バーストさせるとそれぞれエレキスチーン、そしてアイススチーンだね、はい、じゃあ今回も変身対決やっていきましょう。まずはエイシン君からお願いします。じゃあ実験を始めようか。OK ですか、うん、はい、パパ全然見てなかったんだけど、うまくできた、うん、そう分かった。じゃあ今度パパ行きましょう、うん、さあ実験を始めましょうかね。全然見てなかったよ。
それで今日1月18日、今日からボトルマッチ3弾スタートなので、実はもうやってきましたので、排出結果の動画は明日になるかな。楽しみにしててください。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンと登録してください。はい、そして今日のおすすめ動画はこの辺に出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくということで今回は以上でございます。バイバーイ。